おいしいおいしいのかったよかったおいしいわ。思ったより全然おいしい。人生はね、自分の手で切り開くものやからね。台湾グルメといえばゾロ。どうもゾロです。はい、今日はですね MRT 米面3番出口から徒歩10分ぐらいですかね、台湾の古き良き街並みが残る迪化街の中にある朝ごはんとしてもね利用できるね有名なローカル食堂に行きたいと思います。今日も元気に行きましょうか。さあ今日はね久しぶりのね迪化街ですよ。迪化街はね日本人観光客の皆さんにもねおなじみやと思いますね。台湾の古き良き街並みが残るね超ドローカルなね、まるで昭和初期みたいな感じの街なんですよね。もう入り口にはいきなりねシャングーダーワンみたいな、椎茸大王みたいなね、こんなに椎茸誰が買うんですかみたいなね、そんなんがあったりとか。ここねまだ閉まってるけど臭豆腐ねめっちゃ臭いんですよ。ここの臭豆腐すごい臭い。迪化街に来たらいつもねこのチャイナドレスのお姉さん綺麗やなーって思ってねこれ撮ってしまう、いつも毎回。セブンイレブンもねなんかちょっとね京都みたいななんかね街に合わせた雰囲気になってますね。あ、ここね右に曲がったところにね孤独のグルメで有名なね食堂があるんですよね。ちょっと見ましょうか。このね外にテーブルと椅子出して食べる雰囲気がすごいいいよね。台湾って感じやんね。このね黄色い看板のねジーローファン鶏肉飯とおかずいろいろのセットがねゴロースペシャルって言ってね有名なんですよここね。ほらここにねゴロースペシャル、これですすごい有名です。僕のチャンネルでもね1回紹介してるんでね、また概要欄に URL 貼っときますね。めっちゃ大行列できてるわ。これね最近ねできたねいちご大福の店なんよね。すごい行列見て、ほらこれいちご大福ですよ。いちご大福でこんな並ぶ、手作りやけどさ、ほんまにすごいよね。土曜日とか日曜日来たらここが歩行者天国になるからね、ここもずーっとね並んでるんですよね。すごいよね。ここはね4ラスーちゃんって言ってね永楽市場って言ってね2階が布市場、下が普通の市場になってるとこですね。ここのね永楽市場もね有名なね洋ファンって言ってね油飯台湾風おこわのね超有名店があるんですよね。大行列ができるお店ね。ここ今日も並んでるわ。やっぱり大行列やね。ここは多分ね11時ぐらいに閉まるんじゃなかったかな。ほらめっちゃ並んでるよ。これもね僕1回買ってね食べてね紹介してるんで、それもまた概要欄に URL 貼っときますね。すごいよほら見て、ここリンハーパーヨーファンディエンっていうんかな、あれがねヨーファンですわ。台湾風おこわね。でここね僕はね個人的にね干しエビと干し椎茸の癖がすごい強いなって思ったから、僕は正直あんま微妙やなって思ったんやけど、ここジートエって言ってね骨付きのねもも肉がチキンがめっちゃうまいんですよ。チキンがねすごい美味しい。すごいよね。もう大量にねなんか海藻とかもあるから大量にほら冷ましてるね扇風機でね。ちょっとねここの市場ね後でちょっと回ってみよう、この市場の中ねちゃんと回ったことないんで後でちょっと回ってみよう。でここのね永楽市場をね過ぎたところ、ここをね右に曲がったらね、もう一軒ね孤独のグルメで紹介された有名な食堂があるんですよね。あ、これです、これです。まだね今ちょっと時間早いからやってないけど、オレンジのね屋台が目印でね、ほらほらほらゴロスペシャルね書いてるね。ここね美味しいんですよ。シャーシュエイタン、つなぎ物のスープがねすごい美味しい。こんにちは、こんにちは。これねお弁当のおかずいっぱい並んでてね、すごい美味しそうやね。種類がたくさん、きっと安いと思うよ。ここのねお寺さんはねすごい有名なんですよね。恋愛成就の神様でねめっちゃ有名なんですよ。月下老人っていうんかな、僕も詳しく知らないですけども、すごい有名。やっぱ恋愛成就の神様っていうだけあって、結構ねお参りしてる人若い人が多いね。女の子がやっぱ多いと思う。なんだろう、彼女欲しい彼女欲しい言うて久しいですけども来ないんですよね。なんでかって言ったらね、やっぱね神に祈ったらね僕終わりやなって思ってるんですよね。人生はね自分の手で切り開くものやからね。いやー、このディファジエはねもう何売ってるかわからん乾物屋さんみたいなのが多いんですけど、もうね何を売ってるかよくわからんよね。うん、いつも何なんか魔法使いが来るとこなのかなって僕はいつも思うけどね、魔法使いが魔法の材料を調達しに来る街みたいな風に僕は解釈してます。このねビルも古いんですよね。うん、なんかもう大正時代からあるんですかみたいな、まあ、実際ほんま大正時代からあるんやと思うわ。1800年代後半ぐらいの建物じゃないかな多分ね。あ、ここも紹介したねめっちゃ有名な台南のね炭通麺が有名な土正月ね。ここ僕微妙やったな、一つ星つけちゃったけどね、うん、ここもすごい有名。はい、でここのねディファージェの1個目のね大きな交差点をね右に曲がります。ほら、これを右に曲がってもね乾物屋さんですよ。乾物屋さん、何かわからないみたいなね。あ、猫吉おる、猫吉、猫吉おるよ。いやー、いやー、かわいいね、かわいいね、おとなしいね。あ、首はついてる、飼い猫かな。ほら見ても、このね今にもキョンシーが飛び出してきそうでしょね。でここのね信号をね渡って、あそこの道に入っていきます。はい、この路地入ったらねもうすぐね目の前にありますね、あれです。赤い看板に白い文字でね永楽米のり麺みたいなね、はい、これですね。着いた着いた、ここここ。はい、着きました。ここですね。ここがね、台湾の古き良き街並みが残るね、ディファージエの中にある朝ごはんとしてもね、利用できるね、結構有名なね、ローカル食堂ですね。じゃあ行きましょうか。4ラミータイムって言ってね、このミータイム、米のり麺みたいなんね。僕も食べたことないんやけどね、ちょっと楽しみ。結構有名みたいなんでね。なんかね、思ったよりね、綺麗めやから、もしかしたらリニューアルしたのかもしれないね。アルコール消毒。ニハオ。店内がね、思ったより広いし、綺麗やわ。やっぱこれリニューアルしたんやろね。すごいなぁ。全然ピークじゃないけど、お客さんいっぱいやね。じゃあね、ここで食べさせてもらいましょうか。じゃあね、メニューがねこれテーブルにあったんでね、ちょっとメニュー見ましょうか。これテーブル番号11なんやけど、もうね11って書かれてるわ。台湾にしては珍しいね。このねネギオっていうのがね店内飲食っていう意味ですね。お持ち帰りのことはワイタイって言います。はい、じゃあねメニューはねこんな感じです。ダダ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 、おおマジか、よくわからない。このねミータイムっていうのがねここのお店の名物なんですけど、このお湯っていうのはスープ入りね、ガンっていうのが混ぜそばみたいな感じやね。どっち行くべきやろね。まあでもちょっとお湯の方行こうかな、スープ入りの方ね。これのシャオワンを1個もらいます。そしてちょっと難しいな、このさ三層肉っていうのがね豚バラやと思うのね。これいこう、うん、これね、はい。であとどうしようかな、あとどうしようかな。あ、このね誕生菜っていうのがね茹でたニラやと思うよね。僕ニラ好きなんでこれもらいますわ。これ50元ちょっと高いな。ニラ50元でちょっと高いね。あとどうしようかな。あとこの菜刀っていうのがね大根やと思うんで、これ大根の煮物やろね多分ね。これとあと洋豆腐ね、厚揚げね、これを一塊。じゃあこれでいきましょうか。はい、で多分ねここで注文するのかな。うん、あ、ここかな、ここかな。どうしたらいい、どうしたらいいの。ああ、これをちぎるんやね。はい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 、シェシェ。はい、じゃあね注文してきたんでね待ちましょうか。楽しみやな。はい、というわけでね、今日はね台湾の古き良き街並みが残るね迪化街の中にある朝ごはんとしても利用できるね人気のねローカル食堂にやってきました。これね朝ごはんとしてね食べれるっていうのが分かるわ。今注文したやつ全部ね朝ごはんっぽい、すごくねあっさりしてそう、見た目がね。でこれがねここの名物のねミータイムって言ってね、僕初めて食べるんですよ。これなんやろね、見た目なんかうどんっぽいけど、ミータイムのミーが米やから多分ビーフンの太いやつやと思う。米が素材のうどんじゃないかな多分ね、分かんないけど、うどんは小麦粉が原料やけど、このミータイムはお米が原料なんじゃないかなって思います。でこれが三層肉、まあ豚バラやね、茹でた豚バラやね。はい、これもねあっさりしてて美味しそうやね。針生姜乗っててね。でこれが菜刀って言ってね、大根のことですね。大根のことは菜刀か老婆、2種類ね言い方あるんでね。これもねめっちゃあっさりして、なんかお湯で茹でただけみたいな感じに見えますけども。でこれが誕生菜って言ってね、これもねニラを茹でただけみたいなやつやと思います。本当にね朝ごはんっぽいよね。営業時間が朝の7時から空いてるんでね。はい、で夕方の5時6時で閉まるみたいです。じゃあね早速食べていきましょうか。まずね名物のねこのねミータイムっていうやつからいきましょうかね。はい、どうやろうね。まずねスープからいただきます。美味しいわ。めっちゃあっさりしてる。ミーファンタンってあるんですよ。これに似たような感じで、ミーファンタンは大体ね豚骨臭いんですよね。でもこれはね豚骨の臭さ全くないね。すごいねあっさりしてる、何の癖もないね。美味しい。あ、これ美味しいわ。いやもうこれ朝ごはんにぴったりっていうか、飲んだ後の締めとか二日酔いの朝とかにちょうどいいかもね。あ、これは美味しい。わかるわかる。じゃあ次はねこの謎のねミータイム、これなんやろね、ツルツル滑るけども。はい、いただきます。なんやろね、美味しいとかそういうことじゃないわ。なんかねゴワゴワしてる、ゴワゴワしてて、なんやろこの初めての食感やね。もちもちでもプルプルでもなくゴワゴワしてる。なんやろなこれ、なんか正しい食べ方がありそう。なんかこれだけやったらちょっと味がすごい薄いなって思うから、何か正しい食べ方があるのかもしれないね。このミータイム自体には全然味がなくて、かといってスープがあっさりしすぎてるから味がすごく薄いかな。あっ朝ごはんにしてもちょっと味薄いなって思う。なんかタレとラージャンがあったね。ちょっと待って、これほらなんかラージャンがあったんで、これ入れたらなんか辛味噌ラージャンっぽいから、これ入れたらいいかもしれない。じゃあちょっとこれ入れてみたんでね、これとねちょっと食べてみよう。じゃあ辛味噌、もうツルツル滑るな。じゃあ辛味噌ミータイム。これ入れるのがね正解やったみたいですね。じゃあ次はね、このね三層肉ね、茹でた豚バラ肉ねいってみましょうか。これもねあっさりしてそうやから、何かタレかけないとダメなんやと思うけど、まずはそのままねいただきます。針生姜と全然臭くないけど、でもこれ本当にただ茹でただけやから、やっぱタレが必要やね。タレもちょっとあるから、ちょっと待って、黒いタレと赤いタレがあったから、両方ねこの1番って書かれてるところにね、赤いタレとこの黒いタレね、何のタレやろうね。じゃあねこのタレにねもう両方つけます。たっぷりつけていただきます。美味しい美味しい。めっちゃ味濃いわ。これほら見て、皮がついてるでしょ。皮がついてブヨブヨやけど、これ全然臭くないわ。針生姜、めっちゃ新鮮やね。じゃあ次はねこの菜と大根いってみましょうか。大根のことは菜とかローボー、2種類ね呼び方があります。これもね多分ただ茹でただけっぽいね。いただきます。ただ茹でただけやけど、ただ茹でただけやからこそ大根本来の味がめっちゃわかる。甘い、ほんで最後ちょっと苦い、甘苦い。いやこれうまいな。とはいえちょっと薄すぎるから、さっきのこのタレにつけてねいただきます。美味しい。これやっぱタレが美味しいかもしれない。じゃあ次はねこのね上菜ニラやね、茹でたやつね。うわこれ上にねフライドエシャロットがたっぷり乗ってて美味しそうやね。じゃあいただきます。美味しい。これニラ多分ね茹でてるだけやと思うんやけど、なんか香ばしいね、スモーキーやね。なんか炒めたみたいな香ばしさがあるね。フライパンで火がくぐったような香ばしさがある。なんでやろう、このフライドエシャロットのせいかもしれないね。このニラ自体にねタレが絡んであってね美味しいけどね。これもちょっとねこのタレにつけてね。めっちゃシャキシャキ感が残っててね、ちょうどいい抜群のね茹で加減やね。はい、毎度おなじみタイム2メッシロカメラの時間がやってまいりました。今日はねこのミータイムに、これツルツル滑るからねすごく食べづらいけど、このミータイムをちょっと入れます。そしてねゴワゴワやから、ゴワゴワにこのねほらニラをちょっと追加しよう。シャキシャキ感を追加します。もうちょっと追加しようかな。からのラージャンですね。ラージャンマイスターゾロですから、ここはやはりラージャンいきましょうね。これでじゃあこのミータイムニララージャン、これでいきたいと思います。やっぱねラージャンが決め手やね。このさ大根にもさこのラージャンでいってみるわ。これ絶対美味しいやろ。もうおでんの大根やん、辛味噌おでんやんこれね。じゃあこの辛味噌おでんでいきたいと思います。タレよりラージャンの方がね抜群にうまい。ラージャン豚バラ、からのニラ、ニラはマジでうまい。からのピリ辛味噌大根、そしてミータイム、これねミータイムだけね僕は本当にねちょっとあんまよくわからないね。美味しいとか美味しくないとかそういう感じではない。なんか本当にただゴワゴワしてるみたいな感じかな。わからん、これはねごめん、僕にはわからんわ。はい、完食しました。まあまあまあ普通に美味しかったかな。なんか本当に全部が全部ねすごくあっさりしてるから本当にね朝ごはんにぴったりなんやなっていうふうにね僕は思いました。朝の7時から空いてるしね、二日酔いの朝とかにねすごくいい、胃に優しいねご飯なんじゃないかなと思いましたね。シンプルやったね本当にね。このでもねミータイムだけはねマジで僕ねわかんないわ。良さが全然わからん。もしかしたら2回3回食べるうちにハマってくるものなのかもしれません。じゃあねちょっとねさっきのね永楽市場をねちょっとね腹ごなしにね散策しに行きたいと思います。今日もありがとう。ごちそうさま。美味しかったです。さあ永楽市場にね戻ってきましたよ。じゃあちょっとねこの市場の中をぐるっと回ってみましょうか。にぎわってるね、結構にぎわってるね。あ、ここのねお寿司屋さんも1回食べたことあるわ。行列できるんですよね土日ね。まあ僕は普通かな、普通やった、全然普通でしたね。市場やな。うわ、なんかすごいの来たよ、なんかすごいの来たよ、ほらほら、何これ、これ何、これ何、何なの、何なの、蒸しパンかな、蒸しパンかな、蒸しパンなのかな。うわ、市場って感じやね。この果物とか野菜がいっぱい売っててね、今お昼時なんでさっきのお寿司屋さん、行列のできるお寿司屋さん、ここにもテーブルあってね、ここでもみんな食べてますね。すごい人気やね。あんまり意味わかんないけどね、味噌汁がね、無料の味噌汁が豪華やったっていうのは覚えてる。あ、お母さんミシンやってるよ。うわ、すごいな。ここは多分ベジタリアンのお店かな。すごい並んでるわ、お昼時やから。すごい大行列やば。見てほら、後ろほら大行列ですね。これほらミシンじゃない？何これ、なんかわかんないけどね。いやー、みんなお昼ご飯食べに来るんやね、市場の中にね。うわ、ここのお肉屋さんすごいね、すごいね。ここのお肉屋さんめっちゃ豚の足がドーンってあるね。もうガン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 叩いてますわ。ガン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 叩いてます。ここはねファントアン水餃やから、ワンタンとね水餃子ね、お父さんがね包んでますね、手作りで一個一個ね。これは多分ズージャオかな、豚足屋さんかな。多分お肉とお肉屋さんの隣やから、もしかしたら経営一緒かもしれないね。この唐揚げめっちゃうまそう。唐揚げすごい美味しそうやね。美味しそう。あ、これはねランビンって言ってね、台湾式春巻きって書いてるけど、僕の中ではドゥルムケバブ、台湾式ドゥルムケバブって僕は呼んでます。こんな感じで薄皮のねなんか生地を焼いて、でこの具材をねぐるぐる巻くんですよね。安くて美味しくてヘルシーで栄養価が高い。鳥がねぶら下がっております。焼いた鳥がねぶら下がっております魚屋さんです。おろしております。お父さんがおろしております。うわ、見てここ、なんかほらケーキ屋さんがあるよ、ケーキ。あ、ちょっとケーキ食べてみようかな。なんかほらいつもね台湾っぽいね豆腐、豆腐のスイーツとか本堂タンとかしか僕食べないから、たまにはこういうさケーキ食べてみようかね。ほら、なんかこれほらタロイモっぽくない？タロイモのロールケーキっぽくない？これあれじゃない？モンブランじゃない？モンブラン食べたいな。僕モンブラン大好きなんですよね。どうなん？あ、ティラミスもあるで、ティラミスもある。ちょっとね、今日はね、最後の締めにここでね、ケーキ食べてみようかな。で、ここでこういうところで食べるんですよ。すごくない？めっちゃ雰囲気いいよね。よし、じゃあそうしよう。よし、じゃあね、ここでケーキ買おう。何にしよっかな。今ね、お金持ってるの150元しかないよね。さっきのお店で150元使ったから300元しか持ってきてないから、いや、このね、モンブランかこのティラミスかどっちかで迷う。どっちがいいやろ。どっちも台湾関係ないけどね。どっちにしようかな。このチョコレートのケーキも美味しそうじゃない？これもどうしよう。いや、やっぱりね、ちょっとここはね、モンブランいきますわ。はい。あ、このモンブラン一つ欲しいです。これ買う。ここで食べます。チャリツモンブラン、はい。あ、ここで、はい。じゃあここね、そう、相席やね、相席。お母さんと相席やけど、お母さんワイン飲むのかな、あ、コーヒーを飲むのかな。こう椅子がね、ないから、じゃあこれ、あっちでもいいの？はい。あ、じゃあここであ、椅子あってる。ここで食べさせてもらいます。はい、じゃあね、モンブランもね、注文してきたんでね、待ちましょうか。ありがとう、シェイシェイ。来たよ、モンブラン。はい、というわけでね、永楽市場にやってきましたけども、はい、古き良き街並みが残る台湾のね、伝統的な市場にやってきましたけども、なぜか僕はモンブランを注文して今から食べたいと思います。はい、なんでと、ゾロの台湾グルメなんでと、はい、まあまあたまにはね、ちょっと許して。これ美味しそうやね。僕モンブラン大好きなんですよね。で、台湾でモンブラン見かけることあんまないんですよね、うん、だからちょっと思わず注文してみましたけども、すごいね、層になっててね、想像以上にね、美味しそう。じゃあね、食べてみましょうか。上に栗が乗ってますけども、まずはこの縁からね、いただきます。美味しい、美味しい。よかった。美味しいわ。思ったより全然美味しい。いや、台湾のこういうやつってね、本当に美味しくなかったりするんですよ。もう生クリームがバター臭いみたいなね、安っぽい生クリームみたいな感じで、全然甘くなかったりとかもするけど、ちゃんと甘いし、栗の香り、マロンの香りがわーって広がるし、美味しい。うん、びっくりした。これ中はね、モンブランのね、クリームがね、たっぷり入ってる。ほら、スポンジと一緒にね。よかった、美味しいわ。じゃあこのてっぺんの栗、栗もちゃんと美味しい。リキュールでね、コーティングしてあってね、ほんのりアルコールの香りがふわってしてね、美味しいな。これ下はね、タルトみたいになってるのかな、もしかしたらね。そこはタルトになってると思う。しなっとしててね、美味しいな。ね、ちょっと意外。これはちょっとコーヒーがね、飲みたいところやけど、僕30元しかないよね。30元でコーヒー飲めるかな。ここにコーヒーのメニューがあるけど、一番安いのがエスプレッソね。これぐらいしかないやつ、キュッて飲める。40元やった。残念ながら40元買えないわ、残念。じゃあね、このモンブランをね、ゆっくり味わったら、今日はね、あっちのミータイムがね、メインなんで、ミータイムのまとめいきたいと思います。美味しい。ありがとう、お母さん、シェシェ。ここね、あ、はい、ありがとう、シェシェ。いや、想像以上にモンブランうまかったわ。はい、というわけで今回の動画がね、少しでもね、役に立ったな、面白かったなと思っていただけたら、ぜひチャンネル登録とね、グッドボタン押していただけるとね、めっちゃ嬉しいんでね、よろしくお願いします。世界一の台湾グルメ情報チャンネル目指してこれからも頑張っていきますんで、まずはチャンネル登録3万人、ぜひね、皆さん応援よろしくお願いします。というわけで今回は2つ星、安くて美味しくて値打ちのあるおすすめのお店です。